こんばんは。こんばんはの時間。本当だ、6時半。そうだよ。待って、もう帰んなきゃ。あ、いや、完食になる。完食にどうなっちゃう。定時だ。定時で帰ろう。私たちはこれからですよ、まだまだ。うん。今日は夜遅くまで頑張ります。久々にショールームした。嘘。うん、マジ。昨日あのロガールのね、うん、楽屋でみんなでやったんだけど、うん、そうだ、みんなと一緒にやる方がショールーム楽しいって気づいちゃったよね。本当にそう、うん、一人だとさやっぱね寂しい。ピエン確かに。昨日もさメンバーって言ったわね。ごめん邪魔。いや邪魔かなと思ってずっと映り込み。いいよ。なんちゃんとかはこう映ってないわ。なんで？ありがとう、気遣ってくれて。でも何やった使わなくない？これめっちゃ本当だ、うん、使い古してる。でも割れてるもんね、妹が。危ないの？もうちょっといたら危ないね、まだいける。うん今日は仰天さんの代わりに七瀬だなって。あ、昨日仰天すいません、ごめんね。ごめんね、ごめんね。へこんじゃう。代わりじゃないよ、唯一無二だよ、うん、だよね、うん、奈々ちゃんが良かったんだよ。そうだよね、うん、そんな言い方はダメそうだぞ、ダメ、うん、絶叫だよね、うん、奈々ちゃんが良かったんだよ。そうが良かったんです。仰天です。自己紹介して。びっくり仰天させたいけん、仰天ゆりのやけん。けんをけんばっかやん。けんけん、ちょっとカフェラテ飲みたいから。よろしくお願いします。変な名前入ってる。え、長野ってさ、邪魔なの？長野って名前ある？ある。名前っていうか、ダニーとか。ダニー、ダニー、なんとかダニー。静岡じゃない？うん、でも静岡。そう、でも私は語尾がダーになる。なんとかだ、そうだだみたいな。え、ダー2回、うん、そうだでいいのに。やっただとか、やっただ、え、行くだみたいな。へえ、そう、こういう地元のとこの感じさ。そうなんだ。なーちゃんは、なーちゃんの方言。語尾にね、うん、何つけるの？チル。行くチル？行くチル。チルつけるんだ。チル。いつでもチル、チルってる。うーん。ミュナは？岐阜弁？岐阜弁。岐阜弁。岐阜。あ、ごめん。岐阜。引き笑いの人2人いる。引き笑い、引き笑いなの。一緒、そうね、直したいんだけどさ、直んないんだよね。2人ってって言ってたから。なんかさ、もともと違ったんだけど、なんだっけ、誰だろう、芸能人かな、芸人さんかな、誰か見てて、なんか映って、そのまま映ったままになっちゃった。なんか逆にさ、渡辺直美さんとかさ、なんかあって声に出してハハハハって笑わないよね。そう、なんかカスカス声みたいな、うん、あれめっちゃつられる。わかる、あの声の出ない笑いみたいなやつ、うん、あれいいよね。ね、本当に面白いとそうなるね。あ、なる、息できないやつね、クックみたいな、うん、感じね。で、岐阜弁は、岐阜弁は、もうなんとかだよねを、やおねっていう。あ、某マネージャーさんがよく言ってる。マネージャーさんがよく言ってる、うん、なんとかやおね、なんとかやおやおや、やおやお言ってるよね。そう、字で終わり。釣りなのよ。言ってるやん。てる、もう釣りなのよ。出てたる、出てるの。そう、釣りさんはたまにコメントしてくるから、ショールーム。え、本名で？え？釣りって言って。マウント取ってくる。このイントネーション変。さあ、もう変。ね、岐阜と長野変だよね。でもね、違う変なのよ。同じだもんね、ここも。隣だけど違う。違う、やっぱ山子いるからさ。うん、わかるんだ。いちご？うん。半袖。半袖。半袖。もうさ、直しちゃったから半袖って言っちゃうけど、半袖とか。あと、なんだっけな、なんかで結構あったんだよな。忘れちゃった。消しゴムとか。へえ、でも、七瀬も、そうめんあるじゃん、うん、そうめんって言ってた。そうめん、千葉県。え、わかんない。7センチ。7センチ、もう YouTube 7センチ。え、でもパパが愛知で、ママが、あ、そうだよね、あ、ママ千葉か、うん、だ
からちょっと愛知入ってる、うん、でも可能性あるよね、全然。でも、そうめんは聞いたことないけど、そうめん、あと、イヤホンイヤホン、イヤホン、うん、初劇イヤホンこんな盛り上がらないことあるんだけど、でもめっちゃ言われるよね、土曜日って。土曜日はめっちゃ聞いてる、そう、めっちゃ言われるけど、土曜日って言うんだよね。でも、土曜日の夜とか言っちゃう、夜つけると。へ、あ、土曜日の夜じゃなくて、うん、土曜日の夜、うん、通じるよね。通じる。え、まあ一緒だからね、言葉は、ね、変ではない、変、変だよ、うん、変なんだ。気になりはする。でも土曜日、まあ、人によるのかな、これ岐阜の人の。でも多そう。国語、国語なんて、国語、うん、国語、国語、うん、数学、うん古典、古典、古典は古典か、国語だっけ。体育、体育体育ってあんまり言われるよ、みんな。体育、なるほどね、うん。あと特殊な言葉もあるよ、なかなかの人しか言わない言葉。何当てるわ、意味。うつかる、うん、むず、うつ、うつかる、うつかる。でもさ、これたまに普通にナチュラルに使ってる。うつかる、うつかる。でもやる気出ない、うん、うん。どういう時に使う。動作に関する言葉。ぶつかる、うん、うん、でもなんかそういう感じ。ぶつかる、動作、見つかる、うん、例題、じゃあ例文出して、うん、ちょっと疲れたからうつかりたいな、横になりたい、うん、座りたい、違う、休む、違う、目閉じたい、違う、うつかり、今日ちょっと疲れたからうつかりたい、うん、お風呂入りたい、違う、あーでもぽいね、なんかねニュアンスはね、うつかりたい、あまあ、私の情弱なんですけど、ドンってやったら倒れる。え、なんだ今のはいじめ、今のはいじめな。ちなみにさやの、あのエイトのプロフィール、うん、なんか好きな方言みたいな欄、うつかるだよ。ってことは疲れてたから、でしょ。あ、爆食、違う、言っていい答え。やばい、やばい、やばい。じゃあもっとヒント出そう。動作、そう、動作に関する。動作、え、結構最近した、したし、今は3人もしてる。座るじゃないの。座る、違う、もたれる、あ、そう、寄りかかること。さあ、これうるさ、うるさ、こう反響すんだよ、この部屋、うるさ。え、もたれる、背もたれとか、そう、だからこういうとこに、あ、ちょっとすぐ使おうみたいな、あと、使ったら危ないよみたいな。なるほどね。うちもあるよ。全然使わないけど、あのエイトのプロフィールで好きな方言。うん、あ、何何。行くよ。やるわ。やっとかめ。あ、やっとかめ。やっとかめ。わかんない。うちのイントネーション知らないけど。え、それ名古屋弁？あ、そうだと思う。あ、名古屋とか岐阜。やっとかめ。やっとかめ。何それ。発撃。え、うち意味忘れちゃったかも。え？あ、でも。あ、なんとなくわかる。え、めっちゃ聞いたことある。嘘。何系？単語。え、単語？え？意味とかなさそう、これちょっと答え分かる人いますか。ちょっとみんな見ないでな、ここだけ。やっとかめ、うん、イントネーションすら知らない。あ、分かった分かった。え、なんだっけ、めっちゃ聞いたことあるぞ。やっとかめ、文としては、うん、聞きたい例文。え、なん、うち使ったことないんだよね、この単語なのに言ってるけど。じゃ、そのなんだろう、なんとかちゃん、やっとかめだねみたいな。やっとかめだね、分かんない。なんとかちゃん、さえちゃん、やっとかめだね、おっちょこちょい、かわいい。で、こういう伝えなんだろう、こういう意味で合ってるのかな。あ、でも、うん、やっとかめ、やっとかめ、もう答えていい、うん、久しぶり、あー、っていう意味らしい。ちょっとでもちょっと使ったことないけど、プロフィール欄に言ってる、へ、初めて聞いた、久しぶりっていう意味らしい。久しぶり言われたら、やっとかめ、でもイントネーションすら知らないから。へえ、やっとかめ。じゃあ千葉は、うん、千葉じゃない、千葉って方言あるの、うん、え、あんまペとかじゃない、ペッペって言うのそれ芸人さん、それ芸人さんのギャグ。ペペ、あのさ、うん、蹴ったマシーン、聞いたことある。お、すごい、蹴ったよね、蹴った、蹴った、自転車のこと蹴ったって言うんだよ。あ、でもそれは聞いたことあるかも、こっちも言う。あ、じゃあ蹴ったマシーンって自転車、自転車のあのマシーンってこと、うん、そういうことか。なんかパパが言ってた。そっか、パパがそっちの人だから。でも通じそう、パパと。エビフリア。うん。
蹴ったね。えでもなんとなんかさポーがさ地元の人とかと話してるとさ、うん、なんか本当にさトイレはなんとかやっぱ言うよね。とかガヤとかさ、うん、ガヤとかトイレとかめっちゃナチュラルに使ってる向こうの人言ってるわ。なんとかだがや、うん、言うよね。めっちゃ言う。でもさやがママと喋ってるとこみんなに見てほしい。マジで方言バリバリ出てるから。地元帰ったら出るよね、方言。でもめっちゃなまってるらしい。超なまってるのを地元帰ると感じる。うわ出てる。いいな、楽しそう、そういうの、うん、友達といる時とかね、うん、出ちゃうマジでない。そうとか言えないじゃん、さやがよく聞くわかんないんじゃない。こずんでる、こずんでる、こずんでる、こずむ、うん、子供産むなんかそのままくすんでる。うん、でもなんかニュアンスはそっち系だね。系かも。テンション下がった。あー、違う、離れたわ。うん、何、例えば、うん、例えば、例えばやろ、もう答えになるよね、これ俺たち。うん、くすんでる、くすんでる、汚い。違う、くすんでる、くすんでる、くすんでるからよく混ぜてみたいな。固まってる。でもそういう感じ、あの粉系のココアとか溶かしたら粉がこう沈殿しちゃう。沈殿、電沈ってちょっと電沈は違うね。沈殿してるとそう、こずんでるっていうの。そうなんだ。いやそれそれめっちゃ結構最近まで標準語だと思ってて、普通に喋ったら何それやってた。いやうちこずんでる知ってる。長野の友達が方言だねみたいな言うよね。そう、長野の友達がこずんでるって言ってて、何それって言って、方言的にちょっと前に知ったのから。そう、こずんでるとか、ボケるとか、リンゴがボケる、リンゴがボケる、ボケるだって、ボケる、リンゴがボケる、リンゴが割れる、腐る、腐る、なんかさ、ボケるって言う。リンゴってちょっと経つとさ、シャリシャリ感失われて、なんかみずみずしさなくなるじゃん。確かに。あれをボケたっていうの。梨とリンゴにしか使わない、マジで使う可能性もある。なんせボケる、なんせボケる、めちゃくちゃ悪口じゃん。しなしなな。しなしな、さやに言うな、ボケる。もう70歳ぐらいになったら言っていいけどさ、まだ言わない。ばあちゃんボケたねって言ったら、なんか違う意味になっちゃう。確かに。そう。方言っておもろいね。まあまああるだから。日常会話はよくある。うん、あゴミほかってとか、でもわかるでしょ。ゴミ捨てて、うん、ゴミほかってって、ゴミ捨ててみたいな。とか、机つるとか。これ岐阜弁でしょ。机運ぶってこと、机つるの、だから掃除の時間とか、机つりまーすみたいな。そうなんだ。布団、なんていう、布団畳む、うん、逆に出すとき、出すとき布団敷く、敷く、布団敷くっていう。布団敷いといてって。布団敷く、敷く、何が違うんだろう、敷くと敷くで。漢字、漢字はでも敷って書くよね。うん、これでしょ、なんかこいつでしょ。 そう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 、こいつね、こいつね、全然わかんないね。わかるわかる。あ、これこれこれ、あ、そう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 、引く、あと蚊に刺されたのもさ、地域性あるってない。蚊に噛まれたみたいな。ああ、どっちも言う。噛まれた、蚊に噛まじゃん。刺された蚊に噛まれた、蚊に噛まれた、蚊に刺された、蚊に食われた、うん、ね、蚊に。あとご飯を装うのも地域性あるって。盛るって書いてる、これ。そう、継ぐっていうか盛るっていうか装うっていうかみたいな。ご飯、ご飯入れる、よそってかも、よそってかも、入れるっていうの。ご飯入れてご飯装う、装うよそってってさ、もう学校の先生とかにさ、なんか言われてたイメージ。確かに自分では使わないけど、いや、あとなんかあるかな。鍵を買うだわ。鍵、うん、鍵閉める、かけるとか、うん、鍵かけて閉める、か鍵閉める、うん、鍵買っといてって言うね。そう、鍵買ったみたいな。言わない、言わない。そう、鍵買ってきたみたいな。全然言わない。気をつけ、なんかこっち来てから治ってるかも。鍵閉めたとか言ってるけど、絶対実家帰ったら鍵買ったってめっちゃ言ってる。絆創膏の呼び方は、あー、いるよ、ね、アンドエイドとかってこと。ハットマンとか。え、それさ、ジェネレーションギャップじゃない。いや、なんか地域性で。え、そうなの。ミサッキーずっとカットマンって言ってたもん。絆創膏がでも一番多いっぽい。絆創膏、そしたら絆創膏、バンドエイド、バンドエイド、バンドエイドってさ、あれじゃない、違うね。そうだよねだからか、バンドエイド。でも絆創膏かバンドエイドかも。なんかマスクくしゃくしゃじゃない、ごめん。
全然、ああ確かに。なんかサビオって北海道言うよね、絆創膏の。そうなの？サビオ？サビオっていうの。そうなんだ、15分経ったけど。まあいいか。九州はリバテープだって。ええー。でもみさきカットバンって言ってたよ。長崎の人。長崎カットバン派なのかな。うん、みさきちょっとカットバンの。でもわかるけどね、カットバンって言われたら。わかる。どれ言われても、うん、なんとなくわかるけど、うん、あ変だなと思うよね、うん。自分と違うなって。うん。うん、ええー。めっちゃ方言で喋ってみようかな。確かに。でもスイッチって難しくない？なんか親といたら。えでもさ難しくないがもう言わないもん。こことここで話してるときはさ、でも全然違うの。違うんだよ。山越えてるから全然違う。山があるからここに。名古屋側。そんな山で変わるんだ。変わる。長野も県内で山がいっぱいあるから場所で全然違う。へえ。そう。山に人住んでないの？山に住んでるよ。住んでるけど。じゃあその人住んでどっちだね。確かに確かに。でも空に強いんじゃない？両方が混ざった究極の方言が割れてんじゃない？最高の人だ。頂点とかすごい。頂点もご一回生で。うん、なるほどね。へ辻さんと喋ったらちょっと出てるかも。わかんないけど。辻さんの名前そんな出していいの？大丈夫。辻さん有名だから、ね。辻さんがなんか一番なまってるから。すごいよね。岐阜弁超で。逆にあんまなまんない。なまってるのすごい。そうそうそう。あんな岐阜丸出しで。すごい。全然抜けないよね。抜けない。すごいよね。左側は七瀬ちゃんでーす。七瀬丸です。あ、辻さんマネージャーですね。私のね配信では初登場。そうだよね。ここはもう常連です。常連いつも来てるから。方言か。あとなんか方言。あの私小学校電車通学だったんだけど、うん、駅の駅員さんが。なんか飛ぶなよ飛ぶなよって言うんだけど走るなよって言うの。あ、走ること飛ぶっていうの。へそうだから小学生みんなこうやって走っちゃうから、うん、ホームとか、うん、あ飛ぶなよって言ってて、なんか飛びっこっていうのかけっこのこと昔の人は。私たちの代はもうかけっこやったけど。そうなんだ。そう飛びっこって言ったらもうあれ食べ物、うん、いくらの、うん、あのなんか枝分かれした場所みたいな、うん、したやつね。そうだ、あれ好きとかもあるし。へえ。なんかあるかな。なんだろう。静岡とかめっちゃ強いよね。うん。強い。ズラとか。ズラ。長野見んでないズラ。横道とかめっちゃダラとか言ってなかった。本当だ。ダニとか。ダニ言わんな。14歳ダニみたいな言ってなかった。横道ゆりダニだっけ、なんだっけ。ダラ。ダラ。ダラ。めっちゃダラダニ。言ってた気がする。左じゃないズラ、ズラはズラ。ズラね、多分山梨長野ラインだ。ああ、そうか。おばあちゃん山梨と長野は隣り合ってるから結構似てる。ズラ、ズラ。ズラ。ズラね、ばあちゃんめっちゃ言うのよ。おはようゴイス。何それ何それ。左のワンダでしょ。おはようゴイスって。あ、言ってた。見た。見た。なんかね。そうだよ、言ってた。みんなすごかった。ルンバとかもすごかった。うん。なんだっけな。忘れちゃったけど。いや、でもすごかったイメージ。すごかったイメージ。西日本強いよね。うん、西とか東とかこう極端なとこまで行くと、ね、だいぶ強いイメージある。うん、話すことなくなっちゃう。三人いてこんな静寂なことある？もう頭が回んなくなってきた。唇痒い最近本当に皮膚科行きたい。今日朝からみんな頑張ってるのよ。頑張ってるよ。冷たね。ちゃんちゃんちゃんして。あ、何の歌歌ったらいいこれ。何の歌歌ったらいいこれ。ちゃ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 ん。それだじゃん。もっといい歌ない。ちゃちゃちゃ。ごめん、本当にごめん。悪気はないです。いや、こうだな。すいません。あ、もろ。何回倒れてるの。この配信で。なんか後ろに置いとけば。心もとなさすぎない、こんな軽いの。中身ない。持ってくればよかったね、なんか。中身ないんだけども。例えば今から配信終了まで。まばたきしない？OK。方言出す。あ、いいね。え。
じゃあ質問していい？いいよ。今一番行きたい日本の県。ユニバ。違う、県。県？うん。お、大阪じゃん、それ。うん、大阪ね。あ、いや、違う。はい、大阪ね。福岡。福岡ね。福岡。それはなぜ？え、美味しいもの食べたい。あと九州行ったことない。なるほど。え、そうなの？そうなの。美味しいよ。愛媛って。愛媛、四国。四国ですね。じゃあ九州の県ちょっと行ってもらっていいですか？九州わかるよ。え、全部絶対わかるよ。9個行って。9個あるんだ。九州だもん。え、嘘でしょ？マジすごい。初めて。だって四国もさ、4個あるから四国や。そういうことだ。嘘でしょ？確かに。確かに。四国は分かってたけど、九州はそういうことか。9個あるんだ。9個あるんだよ。今知ったわ。さあ、すごい先で2人で9個出してみようの回です。はい、これはいけるよ。わかるよ。え、なんすか？マジで言えるよ。じゃあ、言った方がいいじゃない？うちも言った方がいい？うち言えるよ。じゃあよ。じゃあ一緒に交互によ。はい。どうぞ。福岡。はい。大分。はい。鹿児島。はい。宮崎。はい。長崎。はい。佐賀。はい。熊本。はい。今何個出た？今何個出た？7。あと1個だね。沖縄入れて。あ、沖縄。沖縄？九州エリアで沖縄入れて9個だから。あ、そうなんだ。あ、ごめん、さっき分かりづらい言い方しちゃった。え、待って。あと1個。あれ7か。あれ待って。え、あ、あ、か。あれ？あ、サイリン？あ、サイリン？佐賀、宮崎、熊本。じゃ宮崎じゃない、長崎、熊本、宮崎、鹿児島。はい。6波。嘘ついた。虚言。ハイタッチしちゃったんだよ。うちらも全くさ、ええ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 、あれ九個なかったっけな。人に九州は九個だよって言っちゃいそうだな、もうこれ。あ、もともと九つの地域だった。廃藩置県するまでは州が九個あった。何それ？県になるまでは、州なんとか州みたいな、広州とかさ、新州とかさ、それな時は九だったんだよね。美濃とかね。あ、そうだよね。それが九州だったんだ。失礼。いいよ。じゃあ今7州だね。うん、7県。そうなんだ。嘘ついちゃった。ちょっと嘘ついたね。ごめんて。うん。でもさ、全県全県の県庁所在地言えるから許して。あ、この前やったよね。2人でやったの。え、なんちゃん苦手だった。いや、ボタの前英語上手い。英語すごいよね。どういうこと？英語が上手い。英語の単語のテスト出したの。中2とか中1とか断られてた。え、すごい。それ無理だわ。英語できないから。アンデスタンド。理解する。すごい。わかんない。あんなんだったらわかるよ。わかんない。ちょっと言ってみて。でも英語パッて出せないじゃん。英語本当にインポータント。わかんない。勉強する？大切な。そう。ほら、うちわかんないの英語。なんでかって逃げてきた。わあ。でもさやも結構逃げてた。でも英語やりたいから頑張ろう。で、教科書丸暗記で全部テスト乗り切ってた。文章全部丸暗記して行ってた。でも中学校とか高校ってそうじゃない？教科書から出るからさ。なんか私高校英語2つあって、片方はもう文法、なんかに、すごい、なんかさ100問日本語で文章書いてるから全部英文で書きなさいみたいなテストだったの。それは本当にずっと赤点ギリギリだった。でも教科書の方は教科書丸暗記でいくからめっちゃ全然取れてたけど、すごい。でも英語楽しかったな。英会話が楽しかった。英会話の英語が楽しいと思った。一方のうそ、難かった。なんかその時は難しかった。今やったらちょっと簡単に思えそう。分かんないけど。そうでしょ。でも日本語より簡単って言われたらさ、日本簡単じゃないよ絶対に。いや、簡単じゃないよ。だって日本語なんてひらがなカタカナ漢字ある。英語はアルファベット。イエス。でもその種類が少ないからこそさ、あれじゃない？助動詞とかさ、全部、そう、文法が良くないよね。なんか、それが分かんない。日本語と文法違いすぎ。英会話でさ、覚えたい。確かに。でも使わないと覚えられないっていうね。喋る。それが難しかったもん。英語マジで無理だったんだよな。英語と漢字無理だった。ああ。その二つが赤点競い強化だった。
賢いところからなんだから。そんなことないよ、さらに頭いいんだ。頭いいよ、頭良さそう。どう考えても頭いいじゃん。そんなことないけど。勉強好き？前は好きだった、でも、学生時代は。この人ミスったコメント、さやりんこんばんは。え、ね、思った。こんばんは。見て、こっちに来てる。あ、間違えちゃった。さやりん映ってるから、さやりんの電話向けと思った。ミスってるんだよ、誰だ名前。シワワンコさん。いつもさやりん来てくれる人や。ミスってるな。あ、こっち来てくれないわ。こっちにも名前書いてくれ、間違えたって。そっか。じゃあ、緊張素材チャーってゲームしよう。いいよ。この前やったし。うん、あ、いけるよ。栃木。せーの。え、待って待って待って。わかる。せーの。2個。はい、どこに何つった ?1 個。2個じゃないよ。2個。宇都宮だよ。あ、すごい。1ポイント。素晴らしい。1ポイント。じゃあ、どこがある岩手。せーの。盛岡。よっしゃ。やる。じゃあ、島根。この前やったよ。もう目が無理そう。待って待って待って。この前やった。出した、これ、ちなみに。待って待って、最初の文字は、いや、ダメだよ、ダメだよ、分かった。せーの、松江。松江、高松はね、徳島。あ、間違ったね。え、はい、マイナス1ポイント。香川、香川、え、香川だ、ごめん、プラス1、ごめんごめん、プラス1。よし、香川、ありがとう。ごめんごめん。じゃあ、問題出していい？いいよ。滋賀、いくよ。あ、いいよ。せーの、大津。オフの、オフの、見え、せーの、つれ。おー、これやったんだよね、この前。素晴らしい、ここ覚えやすいね、ここ2つでね。あとね、違うとこどこだっけな、待って、じゃ全部ね、語呂で覚えてんだよね。え、キモくない？いい国作ろう的な。え、そうそう、え、だから島根は、え、でこれね、なんか真剣ゼミやってたから、真剣ゼミで語呂合わせが全部あったから、全部それで覚えたの。うわー、すごい、掛け算みたいな。真剣ゼミすごい。そう、あらま、つえがしましまねって、島根は松江だろ。あー、あらま、つえがしましましま、しま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 し、全部それで覚えたから、それを思い出しながら今出してる。クックはさ、歌で覚えた。クク歌？歌で覚えた。どうやって？忘れちゃったけど、なんか歌があったの。その真剣ゼミみたいなやつ。真剣ゼミって何？あれか。チャレンジ。チャレンジみたいな。さ、6年間毎日毎月赤ペン先生出してた。何もらった？すごいのもらった？え、なんかいろいろもらった、なんかシール貯めて。実家も出したことない。もったいない。やってたんや。やってた。やってた、私も。あれ貼ってあった、チャレンジのさ、掛け算表みたいなの。なんか赤いコラッシュか、うん、コラッシュの、そうだった、コラッシュのなんか掛け算表をお風呂に貼ってた。うちの単位なかったかも。ちなみに最近まで貼ってあった。えでも逆にその県庁在地のやつも最近まで貼ってあった、うちに。へえ、そう、汚かったその裏が。そうですよね。まあそうだよね、だって十何年間ずっと貼ってあったからね。掛け算表で今何時？あ、もう終わる？大丈夫だ、大丈夫、うん、じゃあ7時になったら終わる。あ、あとさ、コラッシュの目覚まし時計6年間使った。6年生になったら壊れた。コーラーショーみたいなやつでしょ。ピピ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 ピ、おはよう朝だよ。ピピ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 、おはよう朝だよって永遠流れるから、カチャッと開けと、よいしょコラッシュ頑張ろうって言って終わる。あの、あ、持ってる人いたかも。うちあれ学校の形のね、掛け算の、掛け算の、あー、マシーン、そう思ってた。知らない、なんでしょう、喋るやつ。それで掛け算。え、ここですごいさ、違う、もしかして真剣ゼミの内容。え、そんなの見たことないか。3年生くらいで終わってる。毎年知らない、ま、毎年。え、ここだって1年しか変わんないよ。え、でも掛け算の機会なんてなかったよ。青っぽいやつ、青っぽいやつ。え、すごい、ない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 。嘘、それだって絶対あれになったじゃん、今スマホみたいなやつになった。でもまだ辛いとしなかったうち。ほんとに辛くない。そうね、あ、コラッショっていうのは真剣ゼミのキャラクターなんですけど、ランドセルの妖精みたいなやつ。そう、赤いのやつ。なんかアニメあったよね、それ。あったあった。なんかさ、ランドセルになるやつ。そう、あったわ。主人公が男の子なんだけど、赤い、ランドセルだから赤いんか。赤いランドセルなんだよね。黒いコラッショとかいないの？いないいない。
黒子ラジオちょっと怖くない？なんかやめ、なんか悪い時なんか良くないことしてそう。勉強しなかったら怒ってくる黒子ラジオとか欲しかったわ。黒子ラジオ夏いな。黒子ラジオもない。黒子ラジオ欲しい。皆さん、クククラス一番最初に思った。すごそう。井上きずなくん誰それ？そんなんあったっけ？そうなんだ。え、誰それ？あれじゃない？え、それが主人公全然覚えてない。全然覚えてないよね、それ。真剣ゼミのクラスの持ち主だって、全然まで覚えてないわ。すごい、ヘビーユーザーじゃん。でも同い年だよ、この子。え、真剣ゼミヘビーユーザーじゃん。6年間やっててもさ、知らないの。確かに。あんま漫画読んでなかったからか。真剣ゼミの漫画読むために真剣ゼミやってたよ、まだ。これ。やったことなるし。え？よく知ってるね。すごい。才能？すごい。懐かしいな。懐かしいね。ハートって難くない？難しい。いろんなのあるよね。これ可愛くない？これ可愛い。可愛い。でも形だとね、絶妙なになっちゃうね。とか。え、そう。え、ちょっとよくないよ。本当だったか。確かに。これ考えた人すごくない？うん。結構最近だよね。確かに。あ、充電ないよ。充電ない。あとで充電しようと。あと2分。2分。何？じゃあ何か問題。問題だぞ。え、何系？サイちゃんが出して。出して、じゃあ。何系？教科は？何がいいかな。何でもいいよ。え、何が得意？歴史とかは？歴史は何も分かんないわ、うちごめん。え、歴史できてたじゃん。できない。日本史か。チリ。チリ？無理。チリ今だって緊張するやつとかやったくない？確かに。理科？理科。理科？理科マジで無理。絶対無理。マジで無理。理科だけは無理。でもうち元素記号とか全部覚えたんだよね。え、すごい。そう。水平リレー僕の船。そう。水素は？H O H2O 水素って何？水素は水の中に含まれてる空気。水の中に含まれてる空気。水の中に含まれてる空気？空気ではないけど分子だね。分子って原子。それが賢い。水は H2O。あ、そう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 。じゃあ水が H2O。そう。二酸化炭素は化学式でなんて言うでしょう。なんて言うんでしょう。H2O みたいなやつ。みたいなやつで二酸化炭素なんて言うでしょう。二酸化炭素って考えてみて。二の酸と炭素だよ。炭素は酸。O。うん、O が酸素だ。H。うん、だって水素ないもん。酸素。二酸化炭素だから炭素と酸化した炭素が2つってことだよ。あ、そろそろ時間が。そろそろ時間が。聞いたことある。じゃ聞いたことある。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 CO2。そう。CO2。聞いたことある。もう一個、もう一個、他のやつ。いいよ。もう一個？何があったかな？むずくね？理科ってむずいわ。でもさ、科学か、これ。うん。メジャーなのやっぱ CO2 って H2 ぐらいじゃない？あと何だろう。化学式。うち亜鉛の元素記号はわかる？うん。お、じゃあナナちゃん。AN。AN？ 惜しいけど。うん。AN じゃない。え、A が始まる？始まんない。頑張って考えてる。かわいい。水平リーベ僕の船。そっから探すんだ。そっから探すんだ。水が長いって。HE 水は H。え、何水平リーベ僕の船ってどうやってさ、それでさ。水素ヘリウムでしょ。そう、水素なんとヘリウムだから水平なの。水素の分かった。あ、分かった。NE。違う。NE ね。ね。ねネオンじゃないね、ME って。アインって全然かかってないよね。多分英語にかかってるから。うん。あ、分かった。はい、EG。違う、それ銀だっけ？銀。頑張ってない。
いいね。FE。それ。FE なんだっけ？フッ素とか。フッ素じゃん。違うかも。FE なんだっけ？わかんないや。でもさ、もう忘れちゃったんだよね、さやも。全部覚えてない。A？ うん。鉄だ、FE。A じゃない。A じゃない。もうめっちゃ後半だよね。めっちゃ後半アルファベットだったら。え、はい、これだよね。そうです、そうです。Z？ うん。うん。の？ Z と U。U？ U？ Z に。2じゃん、じゃじゃじゃ、2はその H2O だったら水素が2つと酸素1個だよの2なの H2O って。だから原子にはいないのよその数字。頭の上で記憶が飛んでる記憶が飛んでる今見えるもん。かわいい記憶が飛んでる3匹亀裂しちゃってるやん。目回ってるやん。でもうちも分かんない問題出されたらそうなる。じゃあ何？答え。 ZN 惜しかったんだよ。そう惜しかった、うん、来てた結構近くまでは、うん、AN がもう来てたよね。来てた来てた来てた、ね、あとちょっと変えたらいいだけなのよ。はあはあ、そう忘れちゃったよね。分かんないよね。忘れちゃうやんないと。科学あれだね、検査表みたいなやつはもう全部置いてきた、うん、高校で記憶を。栄養士の学校行ってたからさ、うん、覚えなきゃいけない。確かに。とかさやもでも科学さいつも98点とかだったよ。すごっ、すごい人じゃん。98点。化学とか言うよね。化学、あー化学って何？みんな見てなかったけど答えてくれてた。そう、FE は鉄だね。 FE 鉄だ。いやでも本当にもうちょっと勉強したけどよかったって後悔してるわ。うん、もう高校はね、なんせちょっと高校これ中学？中学じゃない。高校が一番やるよね。あ、高校ね、取ってなかった。ああ、理科。うちも取ってなかった。よし。よし、じゃあ行こう。ランキングも。それチリ取ってなかった、高校。お。うん、そうなの。お。だから、それもチリチキになって。チリチリ。チリチリ。じゃあ、チキチキ。また同時に読むやつね。もう同時に読んでいくよ、うちは。いいよ。行きまーす。行きまーす。県政マクリスちゃん。13位香港の経験頭マーク7人ちゃん。ありがとうございます。12位しんのすけべ。ありがとうございます。11位はミキ頭マーク7人ちゃん。ありがとうございます。10位はシマ頭マーク7人ちゃん。ありがとうございます。9位はクロちゃん頭マーク7人ちゃん。ありがとうございます。8位はゆずきとビールさん。ありがとうございます。7位はネクトラメ頭マーク40パー。ありがとうございます。5位はイッサ頭マーク7人ちゃん。ありがとうございます。4位は限定ショールーム頭マーク7人ちゃん。ありがとうございます。最後はキャナヤトマーク7レンジャーありがとうございます。いや国アトマーク7セロップが好きな7レンジャーありがとうございます。一応ナベアトマーク7レンジャーありがとうございます。ドベードベードベーでは見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この後も頑張ります。頑張るね、みんな応援してて。まだまだ頑張ります。みんなちょっとこっち来て目だけ映してみて。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。え、なんか知らぬ間に2人ともマスクしてたんだけど。